今日はですね、検診の結果でよくね、中性脂肪が高いっていうことを報告されるんですけれども、それの意味っていうのをですね、少し考えてほしいなというところですね。で、原因はなんだろうとかね、それを高いまま放置するとどうなるんだろう、もしくは、まあ、それをね、下げたいとしたらね、どんなことをやっていったらいいんだろうってことをお話したいんですね。あとですね、普段からまあ中性脂肪を下げるのをサポートしてくれる食品っていうのに関しても、少しお伝えしたいというふうに思います。 まあ中性脂肪って何だって話なんですけれども、まあ、中性脂肪っていうのはですね、英語で言うとトリ、アシル、グリセロールなんですね。まあ、それぞれの意味があって、トリってのはこう3つっていう意味ですけれども、アシルっていうのがですね、まあ、脂肪酸の意味なんですね。では3つの脂肪酸と、あとグリセロールっていう糖分が合体したのが、まあ、中性脂肪なわけです。で体の中で,ですね、いわゆる体脂肪と言われるのは、このトリ、アシル、グリセロール、中性脂肪が溜まり込んだ形になってるんですけれども、主にまあ肝臓で作られる脂肪なんですね。 で僕たちが普段から消費しているカロリーとかね、アルコールとか炭水化物とか、まあ、糖分というのは全部ですね、こうトリグリセリドにまあ変換されて、まあ、脂肪の中とか肝臓の中にこう溜め込まれてね、まあ、将来のエネルギーとして蓄えられているわけですねで。これがですね、適切に使われていればね、過剰に溜まることはないんですけれども、まあ、これがどん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 こう皮下脂肪とか内臓脂肪に溜まることによって悪さをしてくるということなんですね。だから中性脂肪が高いということはですね、それだけこう脂肪が溜まりやすい状況になっているということは間違いないわけです。 で、中性脂肪、中性脂肪といってもですね、全部が、その、いわゆる悪いというかね、まあ脂肪になるわけではなくて、2種類あるんですね。で、1つはですね、中佐中性脂肪って、まず下に書いてありますけど、これ皆さんですね、MCT って名前で知ってるかもしれないですね。MCT オイルのことです。それからもう1つ、一般的な超差中性脂肪というのがあるわけですけども、まあ長いっていうのはどういう意味かというと、まあ炭素のね、脂肪酸の、炭素の数がですね、まあ12個以上のものですね。それに対して中佐脂肪酸っていうのはですね、炭素のこの短いものなんですね、 まあ6個からまあ12個ぐらいのやつがですね短くつながっているもので、この MCT オイルというのはですね特にたまり込むことなく肝臓の中で,ですね分解されてケトン体というものに誘導されているんですね。ですので、むしろ MCT オイルはですねあればあるほどエネルギーが燃えるなんてことも言われていますけれども、ココナッツオイルとかね乳脂肪からこう合成されているもので、補助的な食品とかねサプリみたいみたいな形でこう摂取されるものですので、この中鎖、 え中性脂肪というのはですねあまり悪さしないんですが、まあ、僕たちの中で,ですね、中性脂肪、中性脂肪というのは、一般にこの調査中性脂肪で、まっ、あ、たできてしまうとね、なかなかこう燃えにくいという性質があります。調査中性脂肪というのは、どうやって増えるんだろうかということを考えたいんですけれども、えー、中性脂肪の原因ですね、まあ、よく誤解があるのが、じゃあ、脂肪が高いってことですよねってことですね、まあ、脂肪を取りすぎですかということで、まあ、脂肪を制限する人がいるんですね。 それは全くの誤りです。ほとんどの場合はです、ね、まあ、脂肪は合成されたもので作られるものですから、ほとんどがです、ね、余分な糖分、炭水化物の取り過ぎによって、そこで体の中がですね中性脂肪を作るんですね。だから、いくら脂肪を制限したところ、ですね上がった中性脂肪は下がりません。結局、炭水化物を取り過ぎているという状況が、ですね一番中性脂肪が高いという、まあ、そういった現象を作り出すんですね。 その他にもですね、例えば単純に肥満の状態があると、まあ中性脂肪は上がりやすいです。それからアルコール過剰摂取ですね。まあ喫煙者もやっぱり中性脂肪上がりやすいです。から、甲状腺とか肝臓とか腎臓の病気の方、特にですね、まあ甲状腺機能低下症とか甲状腺ホルモンのレベルの低下っていうのはですね、中性脂肪とかコレステロールが上がる状況になりますね。あと糖尿病、もしくはですね、糖尿病の前段階って言われるようですね、これも検診でよく引っかかります。それから一部の薬ですね、 まあこういったものがまあ中性脂肪を上げることもありますし、それからまあ遺伝的なもの、えー、家族性抗トリグリセリド結晶と言われるものですけれども、まあ、脂肪を、ね、エネルギーに変換するための遺伝的にですね、体の能力がちょっと欠損しているという状況で、まあ、中性脂肪がです、ね、異常に上がってしまうという、まあ、こういった遺伝的なものもあります。では、一体です、ねまあ、どれぐらいのレベルになると、まあ、中性脂肪って高いっていうかというと、ですね、まあ、一般には2 0 0 m g デシリットル以上ですね。 検診ではもうちょっと低いレベルで引っかかりますけれども、200を超えている状況の時はですね、もうすぐに対策を立てないといけないんですね。対策を立てないとどんな風になるかというとですね、まずはメタボリック症候群と言われるような病態を引き起こすと。まあ、メタボリック症候群ってのはですね、まあ、内臓脂肪が高かったり、まあ、血圧が高い、血糖が高い、それからまあ中性脂肪が高いみたいな状況が組み合わさることによってですね、 まあ心臓病とか脳卒中になりやすい病態だよってことなんですけれども、まあ、中性脂肪が高いということは、そのメタボリック症候群のです、ね、誘発復元が非常に高いということなんですね。から、中性脂肪が高いだけで単独でですね動脈硬化を引き起こしたり、それからですね、水炎ですね。す、ま、い、あ、炎というのはまあ命に関わる重篤な炎症なんですけれども、こういったことも引き起こされます。それから何よりもですね、中性脂肪が高いイコールですね、心臓病、心筋梗塞とか虚血性心疾患というの,のリスクが非常に高くなりますね。 ですので、中性脂肪がですね検診で高いよと言われたら、すぐに対策を立ててほしいんですね。でそのための対策は何ですかというと、ですね単一のものではなくて、この高い、中性脂肪が高いということをねもし認められたら、ですねあ自分の生活スタイル、ライフスタイルを変えなきゃいけないんだなというふうに思ってください。でより多く、ね、運動を行って、カロリーを、ね、減らす、それから、えー、脂肪をです、ね、健康的なものに切り替えるということは非常に最初に取り組まなければいけないことなんですね。 頻繁に運動してですね、保存されている中性脂肪を使い切るとかね、それから摂取するね、カロリーを減らすことによって、まあ、体重を減らして、中性脂肪コレステロールなどを下げるとか、そういったことをしないと、えー、全般的にですね、単一のものを我慢しただけではなかなか下がってこないですね。だから運動も食事も両方やっていく、ライフスタイルを変えていくということが大事になってきます。で、一部ですね、情報によると、ナイアシンというね、ビタミン B3 という、まあ、ビタミンを取るとですね、中性脂肪下がるよということは言われてるんですね。 ですけれども、まあ、内野心そのもののまあ副作用っていうのもあるんですが、基本的にビタミンを、ね、取ってあの中性脂肪が下がるというのはあくまでも一時的なものですし、体にとっては自然なことではないんですね。ですので、まあ、そういったサプリメントに耐える、もしくは薬に耐えるようなことではなくてですね、ライフスタイルを変更していくということをやってほしいわけですで。特にその中でですね、避けてほしいもの、それはまず一つ目はですね、まあ、過剰な砂糖ですね。まあ、過剰、先ほど言ったようにですね、糖分を取ること、それから過剰の炭水化物もそうですけれども、 まあ、糖分を取ることがですね中性脂肪を一番上げる要因なので、ここをカットしないことにはです、ね、なかなか下がってこないんですね。それからアルコールですね。アルコールもやっぱり大量に取ることによって、ですね中性脂肪が上がります。そして、まあ、心臓血管疾患とか、アルコール性の、まあ、肝障害、それから膵炎のリスクも高まります。からもう一つ注意点は、ですねブドウ加エ液糖っていう、まあ、この加糖ですね。加糖を大量に取ることというのは、中性脂肪を上げることにつながります。特にですね、 まあ、飲酒に抵抗性って言われるのは糖尿病の全体回の人はですね、加糖の摂取を過剰にすることは絶対に避けなきゃいけません。ただし、この加糖というのはですね、え果物の加糖のことを言っているわけじゃないですね。加糖単独のもの、これはよくジュースに入っているブドウ、加糖液等のことを意味しますけれども、え加糖をですね、単独で取ることっていうのは肝臓にとってものすごく負担をかけ、そして肝臓に脂肪を蓄積することになるので、これは避けてほしいですね。それからもう一つですね、韓国の方からのデータなんですけれども、 加工肉ですね、ベーコン、ソーセージ、ハムなどをですね、取る人というのは、中性脂肪が上がりやすいということが明らかになっていますねで、こういった加工したお肉というのはですね、避けるべきですし、それから、 えー、コーヒーもですね、まあ、約1日6杯以上飲むような人というのは、統計的な検討では、ですねやはり中性脂肪のレベル、コレステロンレベルが上がるということが言われています。ですので、過剰なコーヒーも避けるべきものに入ってきます。でそういったですねライフスタイルの変更を行っていくことによって、ですね中性脂肪というのは徐々に下がってくるわけですが、そのほかにも、ですね医学文献上、えー、中性脂肪を下げるということをですね指示する、まあ、食品があるわけですね。 でそれはまず健康的な脂質がまず大事に挙げられます。これは、まあ、サーモンとかですねイワシとかサバとかニシンとかね、こういったまあ健康的な野生の魚の油ですね、そういったものはです、ね、中性脂肪を下げるという効果があります。それからですね、まあ、ケトジェニックダイエットと言われるような、これは何ですか健康的な脂肪を摂取し、まあ、中等量のタンパク質を取り、および炭水化物を思い切りカットするというまあ食事法ですけれども、これもですね短期的にはまあケトン体を誘導することによってですね、 まあ蓄積された脂肪をですね、積極的にエネルギーに変えていくという、まあ、体を作り出す方法になります。ですので、単形リンケトジェニックダイエットというのを取り組むというのも一つの方法ですね。それから食物繊維をです、ね、取ることによって中性脂肪が下がるというデータもあります。まあ、食物繊維というと、ですね、まあ、サイリウムとかキノコとかね、こういったものはあのしっかりとですね、データがあります。実際、食物繊維を取ることによって下がるというのは、まあ、動物実験上のデータでもですね、 まあコレステロールレベルとか、それから中性脂肪が下がるということがまあ研究結果でまあ確かめられているんですけども、サイリウムとかキノコに関しては、人のデータでしっかりとまあ中性脂肪が下がるよということが言われていますね。それからチアシード、それからごま、こういったものもですね、中性脂肪が下がるし、あとベリールですね、ストロベリーとかブルーベリーとか、それからキウイフルーツもですね、中性脂肪を下げるのをサポートする食品として、医学文献でちゃんと結果が出ています。 からカリフラワー、ブロッコリー、芽キャベツなどの油中の野菜、それから玉ねぎ、サツマイモなどのね、まあ、根菜類というのはですね中性脂肪を下げるとサポートする役割がありますし、それから緑茶ですね。日本人は緑茶しっかり塗りましょうと言いますけれども、緑茶はですね、まあ、医学文献上でもちゃんと中性脂肪を下げるということをサポートする、そういったことが証明されています。からあとはです、ね、生姜、そしてリンゴ酢ですね。まあ、リンゴ酢もですね、 あのしっかりとしたそのマザーというのが入っているリンゴ酢を取る必要がありますけれども、えー、リンゴ酢そのものも、ね、中性脂肪、それから糖尿病の改善効果があるよというデータがしっかりありますので、まあ、ここにあげているような食品をですね、まあ、しっかり取ってもらうことも、まあ、中性脂肪を下げるのに非常に役立つよということを覚えておいてください。まあ、検診でですね中性脂肪が高かったとっいう時にですね、あ,あ、高かったんだと思うことは大事なんですけれども、そこからですね行動を変えないと全く意味がないですね。特に中性脂肪というのはですね、 まあ、コレステロールよりもですね高いことがリスクがあるというふうに考えたほうがいいんですね。ですので生活スタイルをしっかりと変えて健康的なライフスタイルをねしっかりと送るということをモットーにして、まあ、中性脂肪を、ね、1年後の検診ではですねしっかりと下がっているような状況を作り出してください。